関節部分全部がの運動方向が揃ってるんです。これ揃っちゃダメなの。何が言いたいかというと、はい、藤さんゴルフです。ゴルフスイングは回転運動だ、こういう言葉がよくありますね。でましてやこう、なんていうのかな、こう打ってる姿を見たら、なるほど回転運動なんだなっていう、回ってるなっていうふうにこう目には映っちゃうんですけど、これは実は回ってません。回ってないんです。要するに皆さんの目には、今この動画を見ていただいている方にも、ゴルフスイングをスローモーションでやるとこんな感じで、こうなって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 こうやから、なんか体が回った回転運動みたいな感じで収められてしまうんですけど、これは僕は連続写真をなぞっただけ。要は皆さんの目に見える動画でもいいんです。プロゴルファーの動画、目に見えるその形をなぞって今スイングしていただき、それは形をなぞっただけなんです。形をなぞってもゴルフスイングはなかなか上達しません。動きがわからないということで、今日も大事な動き、大事な動かし方っていう観点で、スイングを解説したいと思います。まあ散々ですね、相反する動きがないとスイングでエネルギーなんていうのは発生しませんよ。そもそも熱エネルギーなんていうのを体の中に発生さそう。でそれをクラブっていうものを使ってボールに伝えようなんてなってくると、とにかく作用反作用、あるいはどこで何の動きを相殺させるとか、この動きに関してこの動きを入れるときっと反発が起こるんだろうっていうものの観点とか、そういう発想でゴルフスイングを解決していかないと先には進めないんですよ。でまあ今日は延々ですけど、実は藤沢ゴルフは延々その考え方、その教え方、そのレクチャーの仕方っていうのを今まで自分なりに一生懸命やってきたつもりなんですけど、なかなか伝わってないみたいなんで、もうとにかくことあるごとにこのワードは使います。で今日はですけど、回るんじゃない、体をバックスイングで、体は右と左、要するにこうこういくと左は後方に行ってるし、右も後方に行ってるでしょ。でこっちも要するにこうやってあげちゃうと、これってなんとなくそれっぽいんですけど、体の各関節部分全部がの運動方向が揃ってるんです。これ揃っちゃダメなの。何が言いたいかというと、左はこっちへ行っても右はこっちへ持ってこいって話なんです。だからバックスイングで大事なイメージはこうなの、こうなの、感覚的にこう上げていって打つので、打てないじゃんっていうことなんやけど、こうすると右と左がここでガチャンってぶつかってるでしょ。バックスイングっていうのは右と左をガチャンってぶつけるので、ダウンスイングで右と左をバッってガチャンバッって打つの、これがゴルフスイング。やってみます。ガチャンバッってやると当たる。やってみよう。何それ。ガチャンバーってガチャンバーこんにちは。ガチャン、ガチャンバー、そこでギュッ、そう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 、ガチャンガチャン、バックスイング、そうガチャンガチャンブワー、そうそうそう、ガチャンブワー、そう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 、いい感じ。ガチャンバーうん、そう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 、打てへんやん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 、何これ、なんで打てへんねやろ、何これ、ちょっと待ってよ、そうでも練習に、これが練習、打てへんけど練習すんの、ガチャン、もっとかガチャン、右と左を引きつけるの、ガチャンガチャンガチャン、そう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 、いい感じ、ほんといい感じ。
まあまあ後ろから練習しようと言ったらまあまあのお父さんがそんなんお前お前何しとんねんまあまあゴルフそんなんちゃうぞってまあまあ言われるで俺恥ずかしいんでできへんちゃうちゃうちゃう、まあ、ガチャン教えたろか言われるやつガチャンガチャンバッそうそうそう当たってきたよそんな教え方やったろかなやっていいからマニアもなあ、うん、やったろかなやってガチャンガチャンうんほら売れてきたよお前ちゃうちゃうぞじゃあ最初びっくりするなあだけど満足でもなくなってきたよこれは、うん、学習もあるやんなんとなくだけど何学習もあるもうそこ行ったら当たらんちゅうの分かっててそこら辺でガチャンってそうガチャブワーってブワーってそうよそれが練習やんか一発で決まろかいなじゃあ、俺、ね、先生、ごめんね。俺は何を提唱しようかっていうと、何これ。じゃあ、こういう練習の仕方をしないと、はい、ゴルフスイングは磨かれてきませんよっていうのを俺一生懸命やってるわけよ。うん、そうだね。そう。はい、そうだから、通り一辺倒で世の中で紹介されてるようなことばっかり練習しとっても、上達しないじゃんっていうことが言いたい。なるほどな。そう。なるほどな。うん。なるほどな。うん。バックスイングで一緒のようにこうやっていったらあかんよ。あかんよ。そう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 。そこでガチャンと。バックスイングです。バックスイングでガチャン。そう。キュッとなんで。まあ緊張すんだよこれ。うん。キュッと。キュッとなガチャン。キュッとなって。パン。そう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 。これが本当なんて。キュッキュッとなって。パン。そう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 。でもさ。いい、なんとなく分かってくると思うけど触れてくれよあ、そうやな触れてくれあの意識せんとそうそクラブがスピードがそうそうそうスピードが乗ってくれ乗ってくれそうスピード、俺も言ったやんエネルギーの出し方が皆さん分からないあー、そういうことかそうへぇ、難しいそんな練習の仕方なんてしたことないでも分かるなうんガチャうんそう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 はい次はい違うの書いちゃうまあまあうわっていうのはまあまあ抜けるでなんかギュッまあそう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 体の負荷めっちゃかかんねんそうそうそう思っとるよりそうで次やねうん次次次キュッて言ってバッて打ったわけよね今キュッて引っ付けてバッて打ったわけよおうまいことすなそうそうってほんで今度は、うん、ブワッってやって、うん、ブワッってやってキャッって打ってほしいこの2つを練習してほしいのキュッバッバッキュッバッってやってキュッってやった方のが、うん、なんかいい感じがするバッってやって、うん、キュッってやった方が、うん、いい感じやないい感じがするいい感じやね、うん、見た目な、うん見た目ね、うん、見た目ねあとボールの音もなそうそうそうなんかで、キュッてやってバーってやってもこう打てるよ打てるなそうで、このキュッてやってバーってやるのもバーってやってキュッてやるのも、うん、本当にグッバーもバーグーも、うん、両方打てるようになれって話慣れて話しとったちゃちゃちゃ慣れて話でちゃんはいとはいとならへんっていやだってならなあかんのだって相反する動きやからああ相反する動き相反する動き、はい、だって最初はバックスイングでグーを使ったやろ、うん、でダウンスイングでパーを使うわけ、うん、今度はバックスイングでパーを使う、うん、でダウンスイングでグーを使う、うん、そうどこで練習するのそれ
練習場まあまあの確率でおいさんまあまあ寄ってくるって。何が教えに。それはちゃうよ、ちゃわへんよ、見てみー言ってたよね、うちの見てみー。そうか、うん、知らんのかこれが最先端やぞ。ああなるほどな。そう、携帯お待ちください、はい、そうだから本当にこう今日やってほしいのはいい。だって、うん、もうこれちゃんと相反する動きでやってんじゃん、はい、そう相反するっていう動かし方で、うん、ずっと詰めていきたいと思ってる、うん、そうでいい